かやせダム郡川は、タラ山系の西側斜面を流れ、大村市街地の北で、大村湾へ注ぐ二級河川である。大村湾流入河川では、川田川に次いで大きい。流域すべてが、長崎県大村市に属し、大村市街地の北部は、郡川が作った、戦場地の上にある。郡岳、京ヶ岳、た良岳、五河 原岳に囲まれたタラ山系の西側斜面を水源とする。源流の下流群は黒木渓谷と呼ばれる。それらの祭流は黒木地区の下流、標高約250メートルの盆地に集まる。昭和37年にはここにカヤセダムが完成した。カヤセダムを過ぎると流路を南へ変え、タラ山系のなだらかな山裾に深い谷を刻んで流れ下る。 多士町で、南東方向から流れてくる南の川内川と、合流する。合流後は、谷底平野の中を西へ流れる。大村市中心部の扇状地に出ると、川は北西へ流れ、市街地の北側へ迂回する。今富町で、北東方向から流れてくる佐野川内川と、合流する。琴吹小町、沖田町の境を流れ、大村湾へ注ぐ。 上流から中流まで国道444号、黒木地区では長崎県道252号が並走する。流域は源流部を除いて田畑が多く作られている。長崎県内では数少ない内水面漁業共同組合が組織されている川でもあり、鮎、鯉、船、うなぎなどが漁獲される。ただしダム建設や河川改修により、 漁獲量は激減した。森林や水田の中を流れ、大村市街地からも外れていて比較的水質も良い。また、長崎県内では、珍しい淡水魚有明木,木鉢が記録されている。ありがとうございます。